ね、もうみんな待ち構えてくださってありがとうございます。改めまして、石川ひかりです。よろしくお願いします。歌っていきたいと思います。それでは聴いてください。ゆりさんのベテルギウス。それにある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添うだろう。それを泣いたり笑ったり繋いでいく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が僕自身を忘れた頃に僕らに届いてる。僕ら見つけてたグミ空輝くのだけ二人だけ約束をした。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐだろう。僕ら肩並べて取り合って進んでく。辛い時だけ仲向いて誓ったらの、遥か遠く終わらない。てくれること、まるでそれは星の光と同じように、共に泣いたり笑ったり繋いでいく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が僕自身も忘れて、ありがとうございます。2曲目メテルギウスという曲でした。改めまして、市川ひかりと申します。今日ゲリラということでね、やらせていただきましたが、もうすでにファンの方が目指して来てくれてまして、ありがとうございます。 TikTok の方もね、今日配信しております。ありがとうございます。ありがとうございます。では今日は歌ったことない曲を歌おうと思います。カバーしたことない曲を歌うんですけど、リトルグリーンモンスターさんのきっと大丈夫という曲を歌おうかなと思います。5月14日にですね、ホールワンマンライブを控えてますので、もしよかったらぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ありがとう
ている気がして、切ない香り。
聴いててください。いただけるきっかけになった曲か、それを今日も歌いたいと思います。あらま、 Wi-Fi がつながってる、ちょっとね、 OK、 いきます。では、ノーベルブライトさんの Walking with You という曲を歌いたいと思います。聴いてください。ぜひこの曲だけでも聴いてみてください。よろしくお願いします。
たいな。聞いててください。今日は皆さんお休みですか？土曜日だよね。もうゴールデンウィークと終わった？微妙、金曜からつながってるみたいな感じですかね。よいしょ。今日はちょっと雨が降りそうな予感もしてるので、パパカパと歌っていきますよ。私はそれではワンオクロックさんの When Are You という曲を歌おうと思います。Day after day.
初めて私のこと知ったよって人います？初めまして。あ、初めまして。え、嘘だ、絶対嘘だ、そんなことないじゃん。本当に初めまして。ありがとうございます。初めましてですか？違う、初めまして。 ありがとうございます。普段は関東で活動してるんですけど、日本全国回って路上ライブしたりとか、あとはワンマンライブもちょこちょこやってまして、そのホールワンマンは初なんですけど、渋谷ストリームホールっていう、ストリームっていうビルがあるんですけど、そのストリームの上の方にあるホールで、上の方、上なのか、中間ぐらい、うん、ホールで歌います。ぜひね、あと残り23枚なんですよ、チケットが。なので、もしよければぜひ見に来ていただけたら嬉しいですし、配信もありますのでね、ちょっとまだ踏み出せないよって方は配信で見ていただけたら嬉しいです。では、次の曲いきたいと思います。ありがとうございます。知ってます？知ってる？微妙。テセウスの船だっけっていうドラマの曲でした。Oh,
もしよければね、ぜひお近くで聞いてってください。もうちょっとの時間でも全然いいのでね、少しこう暇だよみたいな時間があったらぜひ聞いてってもらえたら嬉しいです。では次はね、ちょっとしっとりめの曲を歌おうかなと思います。君がくれた夏という曲をピアノバージョンで今日は歌おうかなと思います。よかったらぜひ聴いてってください。ぜひね、5月ワンマンライブありますので、よかったらお時間あれば見に来てもらえたら嬉しいです。噛んじゃった。見に来てもらえたら嬉しいです。お願いします。ぜひそちらでね、お時間があれば遊びに来てもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。では次の曲いきたいと思います。なんだっけあれ、あ、ゆいさんの曲を歌おうかなと思います。
グッバイですってやつ、これかな。ゆいさんは世代でしたね。私いろいろやってますので、よかったらぜひフォローしてもらえると嬉しいです。ではね、スーパーガイさんの曲を歌うかなと思います。すごく呼吸がしんどい曲なんですけれども頑張って歌ってみますので、よかったらぜひ聴いててください。では、ビューティフルという曲を歌います。ぜひね、この曲だけでも聴いていってください。よろしくお願いします。
疲れないまま心を捨てるなら傷つく方がマシさ冷たい風を切って逃げるように走るいつかこの雫は宝石になるのでしょう美しい心に生まれ変わるそう信じて世界で一つの輝く光になれ私でいい私を信じてゆくのさどう回りしても守るべき道を行け私でいい私を信じて行こうと思いますのでぜひねお時間あれば聞いてってください。ではなんかこれ聞きたいよとかあります？あります？ドライフラワー。ドライフラワー懐かしい。最近歌ってないの確かに。じゃあドライフラワーをゆりさんの曲で、ね、歌おうかなと思います。これ飲んでいいやつ？気づけば喧嘩ばっかりしてさごめんねずっと争うと思ってたきっと
しょうがないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。今もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライブの間みたい、君との日々もきっと。じゃなくてよかった。もう流されることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れも時間が経てば忘れたく、新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。他になんかこれ歌ってみたいなあります？ To love you more。 To love you more？ 頑張ります。嵐の嵐、あ、嵐ね、嵐さん歌おうと思ってた。じゃあ2章あるからね。じゃあ先に嵐でもいいですか？歌おうかなと思います。好きなんですよねこの曲本当に。 One love。 どこだ、出てこない。ワンラブって曲いっぱいあるんですね。あった。では、ジャニショも原宿のね、中に、原宿の中というか、まあ、そっちの方にあるということで、ちょっと、嵐さんの曲を、ジャニーズのね、嵐さんの曲、ワンラブ、リクエストいただきましたので、歌おうと思います。改めまして、千葉県出身、シンガーソングライターの市川ひかりです。
Twitter、インスタ、TikTok、YouTube いろいろやってますので、よかったらぜひフォローしてみてください。そして5月14日にはワンマンライブ控えておりまして、すぐそこ渋谷ですね、ストリームホールというところでワンマンライブします。もしね、来るのちょっと怖いよみたいな感じだったら全然いいんですけど、配信もあるんで、よかったらそちらでもね、ご覧いただけますので、よろしくお願いします。伝えたくて伝わらなくて、時には素直になれずに、だが季節を超えた僕らは今とても輝いてるよ。それぞれ描く幸せの形は重なり、今大きな愛になる。ずっと二人で生きてゆこう。誓うよ、君は僕の全てさ。愛している、ただ愛してる、同じ時を刻む人へ。どんな君もどんな僕でも、一つ一つが愛しい。優しさの意味さえ知らず、すれ違いに傷ついた夜、それでもここまで来たんだ。かけがえのない出会いは奇跡をつないでく。思い出重なり合う始まりの歌、鳴り響いて、こちらいちかひかりとかなんだかんだつけていただいて投稿してもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。100年先の愛を誓うよ、君は僕の全てさ。愛している、ただ愛してる、同じ明日約束しよう。世界歌わせていただきました。女子が歌うワンラブは、ね、珍しいかと思います。ということで、改めましていちかひかりです。よろしくお願いします。すごいくらい名前言ってくるんで、ぜひ覚えて帰ってください。よろしくお願いします。では次、セリヌ・ディオンさんの To Love You More という曲をリクエストいただきましたので歌っていこうかなと思いますね。私もとても大好きな曲で、いつだっけ、新潟、この間、一昨日、先一昨日ぐらい新潟行って、その次の日長野行って、で戻ってきたんですけど、そこでもね歌わせていただいて、とても皆さんに
喜んでいただけた瞬間だったのではないかと私は自負してるんですけれども、なので今日も頑張って喜んでもらえるように歌います。はい、ということで、セレリアさんの To Love You More という曲を聴いてください。You tell before, touch me once again and remember when there was no one but you wanted more. Don't go, you know you break my heart.
ゃあもう一曲ヨガ君歌おうかなと思います。なんて曲だっけな、映画のアラジンのスピーチレスって知ってます？あ、知ってる？あ、よかった、ありがとうございます。じゃあスピーチレスをナオミ・スコットさんバージョンで歌おうかなと思います。久しぶりなんだ。My boots run down with the thunder. I will try and I will start to crumble. Whenever they try to shut me or cut me down, I will be silence. You can't hear me crying when trouble.電源が切れそうなんで、少々お待ちを。はい、復活。曲を歌おうかなと思います。パートオブエアワールド。
もうお箱になりつつありますね。めっちゃ歌ってますこれ。千葉県出身なんで、千葉県にはディズニーがあるということでね、ちょっとアピールしていこうかなと思います。それでは聴いてください、パーティーボーガル。よく見て素敵ね、これでもっと完璧、何でも持てる私は全て、周り中取り囲むなんてたくさんの宝物、陸にあるもの全部手に入れた、何に使うものかも知らないの名前も。ねえこれ欲しい？20個もあるの。だけど足りない何か、人間のすぐ国でみたいな素敵なダンス、そして歩くなんて言った？足、姫じゃ遠くへ行けない、足がいるわ踊ったり散歩したり、どこを歩くんだっけ、道私は子供じゃないのよ。わからないことたくさん、教えてほしいことたくさん、なぜ火は燃えるの教えて、いつの日か陸の世界低いんで、新垣結衣さんのバージョンでいきたいと思います。改めまして、千葉県出身シンガーソングライター石川ひかりです。よかったら今日ね、ちょっとでもお時間あれば聴いててもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。ひどい宇宙の数ある一つ、時に激しく、時に切なく。
つけ握りしめて話すことなく思いは強く永遠誓う永遠の淵きっと僕は言う思い変わらず同じ言葉をとか言ったから 歌の名前が忘れかと思っちゃった。ではなんだっけ、好きな人がいること歌いたいと思います。 JY さんの曲ですね。ちょっとポップな感じの方でいこうかなと思うので、バラードバージョンじゃないやつでいきます。いや、夏が始まるとこれ聴きたくなるんですよ、めちゃくちゃ。よかったら楽しんで聴いていてください。よろしくお願いします。もし5分前に戻れるなら何をしますか。私はさっきの返事もう一度したい。どうしてあんなに避けないとスルーしちゃったの。あなたが前だとなんだかうまくいかない。人生は後悔ばかり。でも少しずつ進むの。もし5分前に戻れるなら素直でいよう。あなたのそばにいたくなるそんな日でした。ねえ、
しますか？もう少し優しい顔で笑おうかな。そして目が合ったらもっと笑おうかな。それならきっと初めてあんな泣いたのに。でも人生は奇跡の組み合わせ、一つでも何しますか？やっぱり私はあのまま変わらなくていい。ねえ、違うなら引き戻せないけど、何度もやり直せないよね。明日